東都大学野球大学大4、1中央、第5週最終日、23日、神宮青学大が4期連続16度目の優勝を、勝ち点5の完全部位で飾った。ドラフト上位候補で首相の佐々木体内野手、4年イコール兼岐阜賞、が初回に先制点の後期を作る二塁打を放つなど、チームを牽引。同大では初、同リーグでは4校目となる4連覇へと導いた。 歓喜の輪から離れ、ベンチに引き上げる佐々木の目には涙が浮かんだ。昨晩、四連覇のプレッシャー存分に感じながらやろう、とチームメイトに声をかけた。みんな吹っ切れていつも通りのプレーができた。初回2し、宇宙間2塁打で先制の好期を演出。チームに勢いをつけたかった。首相として牽引した。今週、チームは怪我人続出で危機的状態に陥った。 西川師匠外野手、4年イコール留国大平安、小田光一郎内野手、3年イコール中京、そして佐々木も10月8日の阿大戦で右手を打撲。主軸を書く中、全員戦力、お影げ一戦ごとにヒーローが生まれた。佐々木は、夜、雨天練習場に行くと下級生がみんな練習していた。こいつらと一緒に優勝したい、という気持ちになった。 下を向いてはいられない。下級生からも積極的に意見が出るし、みんないい声を出してくれる。本当、頼もしい。第5週からスタメン復帰を果たし、持ち前の強打で勝負強さを発揮した。チーム全員で掲げた目標を、大学4冠を達成するまで歩みを止めない。